はい、テニススピーカー林です。さあ本日はハイボレーがうまく決まらないよという方に対してやってみたいと思います。せっかくストロークなどでチャンスを作ったのに最後のハイボレー決まらないと、もしくはダブルスでペアがせっかくボールを沈めたりして相手からチャンスが来たと、ハイボレー来たと、でこのハイボレーを自分がバチッとこうミスってしまうと、こういうところで悩んでる方いらっしゃらないでしょうか。このハイボレーをしっかり決められるようにならないと、どれだけストローク頑張っても、どれだけいいサーブ打っても、どれだけフットワークをこう頑張って練習してもポイントは相手に行ってしまいますので、試合でなかなか勝つことができないと。いいプレーしてる外から見てると、あなたが勝ってましたよねって言われるんですけど、実は負けてるってことが多いです。我々は20年間テニスコーチずっとやってきて、ここの悩みはものすごい多いです。その中でもこういうミスしてること多いよねっていうところがいくつかありますので、今日はその辺をお伝えしたいと思っております。とこの動画で最後のハイボレー、チャンスボレーですね、しっかり決め切ることができると、ある程度自信を持っていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず決めるといってもいろいろな決め方があると。どうしてもミスが出てしまうという方の一番よくあるパターンとしては、ハイボレー、チャンスボレーはスピードボールで決めなきゃいけないと思いすぎてしまうということがあります。できることならプロのようにノータッチエースで決めたいというふうに思って打ってしまうと、まあ、結果的にノータッチエースになることは多いですけど、そういうふうに思ってバチンと打ってしまうという方、非常に多いと思います。そうではなくて、チャンスボレー、ハイボレーはコースで決めるというのが基本です。その上に少しずつより強いボール、より速いボールで決めるというのはもちろんありなんですけど、まずベースとしてはコースで決めるという考えを持ちましょう。そもそもほとんどの場合がチャンスボレーが来てるということは、相手を動かしてると、相手をどっちかのサイドに動かしてオープンコートができているというシチュエーションが多いです。なのでそこに基本的にはもうポンって打っていくと、まあ、いう、まずこれをやってみましょう。そこで決まらない場合も、もう一回ポンってサイドオープンコート打てば、まあ、ほとんど決まりますので、まずは速いボールで決めるではなくてコースで決めるということを理解してください。コントロールをしっかりするために大切なことは、体を少しだけひねると、ひねって戻す、ひねって戻すという動きを入れるという、よくチャンスボールであるのが、もう空いてると、空いてるからもうそっちをずっと見て体開きながらこうやってバチンと打ってしまうと、前に来てしまうと、こうするとそもそも打ち方として体がうまくひねれてないので、ひねりの戻しができないと、だから手首この辺しか動いてなくて、そもそも安定した打ち方にならないというのがありますので、こうやってバチンと来ないで、左肩ちょっとだけ前出して、でこのまま来るようにしてください。自分が打つスペースをこの辺に作っていただいて、でここで打つぞって思いながら来ると、決してうわ来たってこうやってバンって、早く前に行きたいとか、早く決めたいって思いすぎるとどうしてもそういう動きになりやすいので、必ず左肩前に出して、でそのままポンとこう動くようにしてみてください。そしてこの時の一つポイントとして、またひねりますよ、ひねると前に行きたいのにまたサイドステップしたくなる人結構多いんですよ。これはねダメですね。で上半身ちょっとだけ右斜め前、そして下半身はまっすぐ前に歩くように打つと、上半身入れました、下半身も入っちゃいました、サイドステップでこう来る。そうすると歩数はいっぱいあるんですけど、歩数はこういっぱいあるんだけど全然進まないということになって最後間に合いません。これはねすごく多いです。こんなことないでしょって思うと思うんですけど、まあ、我々20年ぐらいテニスコーチずっとやってて、これはものすごく多くて、特にこうチャンスボールが苦手な方、まあ焦るってことだと思うんですけど、焦ってしまう方ほどそうなりやすい。こうやって来ちゃう方と、せっかく向いたのにサイドステップでこうやって来ちゃって全然進まないっていう、このケースすごくあるので、これはもうぜひチェックしてみてください。そしてもう一つテクニック的なところ、ラケット面に関してなんですけど、基本的な考えとしてラケットの方向にボールが飛ぶと、まあ絶対じゃないんですけど、というのがあります。よくハイボレーをミスしてしまう方はこう当たっちゃったり、こう当たっちゃったりとか、まあ、する方が多いです。なので地面と垂直ネットとまっすぐの形で当たると、まあミスは減るかな、実際にはちょっとこう少しラケットの頭に行くんですけど、このぐらいで当たるという形ができるとうまくいくというふうに思います。はい、動画の途中にすいません。我々は都内で急成長プログラムというレッスンをやっております。1回単位で参加が可能で、2時間から4時間、定員6人もしくは4人という少人数で一気に球数打って一気に上達しましょうというレッスンです。今まで取ったデータでは通常のスクールレッスンの12倍から15倍ぐらいの球数を取ることができますので、がっちり練習して上手くなりたい方、ぜひ概要欄のリンクまでお越しください。普通のボレーはちゃんとできてるのに、前に行った瞬間にミスると、
前の突っ込むハイボレーになった瞬間にミスってしまうという方は、体が前に行くと推進力でラケットここにセットしてるはずなんですけど、体が前に行くんでこう持っていかれちゃうんですよね、後ろに。でラケット面が上向いちゃうというケースがあります。これはめちゃくちゃ多いです。これめちゃくちゃ多いので、体が前に行くときにラケットもしっかり前に、体の前に出して、ここからこう行かない、ラケットの頭が後ろに行かないっていうイメージを強く持って、できたら左手バックだったら左でちょっと支えるぐらいにしておいて、前に動きながら打つということができるといいと思います。まあフォアも一緒ですね。ここから前に行くと普通のボレーは打てるんだけど、前に行くとって言ってこう肘が下がっちゃって、ラケット持ってかれちゃう、ラケットの頭がこう上向いちゃって、面が上向いてポンと吹かしてしまう。でそれが嫌でこうやって前に出して、腰もこうやって出てこってうまくいかないということになりやすいので、ラケットの面は基本的にはもうまっすぐ必ずしょ、まあそれでも吹いちゃう方は思ってるよりこうなってるんで、まあ少しかぶせ気味にいっちゃってもいいと思います。ハイボレーでよくあるのはこう吹かしてアウトするってことが多いので、ちょっとかぶるぐらいでもいいかなというふうに。そしてもう一つですね、まあ、これは今までとまあすごくリンクしてるんですけど、足を使って打ちましょうってよく言うと思うんですけど、足を使うってすごい抽象的で難しいんで、まあ、我々はこういう風にしていただいてます。体の中に腕ラケット入れていただいて、体の中に腕ラケット入れていただいて、こうとかこうとかじゃなくて体の中入れていただいて、上半身はある程度固定すると、上半身固定してもここがインパクト、ここがボールで、飛んでくるボールに対してこのままこうぶつかりにいくという感じですね。飛んでくるボールに対してこのまま持っていくと、まあ、いうイメージで、上半身がフラ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 してると足は動かないんですよ。上半身フラフラしてると足動かないから、上半身は固めちゃう、まあ、さっきのと一緒なんですけど、面作るというのと一緒なんですけど、上半身固めて肩幅の中に腕ラケット入れておいて、でここがボールで、くるボールに対してこのまま持ってこう足を、ここ絶対動かさないです。でヒットするということをやってみてください。こうすることで足が動かないといけないっていう状況を作ってしまって、そのままこう迎えに行くみたいな感じでやっていただくと、うまくいく方は多いかなというふうに思います。まあテニスたくさんやってる方はよくわかると思うんですけど、ハイボレーって要は結構冷たもん勝ちみたいなのがあって、足が動いたもん勝ちみたいなとこあるんですよね。足動いて前入ってしっかりインパクトしてコントロールすれば、まあ大体入る。よく、まあよくやっぱりどうしても足が動かないでうまくいかない、非常にある。もう手が固定されてるので足が動かざるを得ないという状況を作って、このままこう詰めていくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。そして最後ですね、前足の使い方、これは私たちはめちゃくちゃ大事にしてまして、前足を私たちは調整足って言ってます。バックだったら右、フォアだったら左、これ調整足っていう。軸足、例えばフォアボールだったら右足が軸足ですね。で左足は調整する足です。調整なので、ここからちょっと遠かったと思ったらクロスステップできるし、あ、前だなと思ったら前入れるし、もしくはちょっと近いなと思ったら軸足入れてこっちに行ける、まあ、こういうふうに調整するための足だというふうに思っています。でこのハイボレーを打つ時もこの調整足でめちゃくちゃ大事で、どうしてもストロークでパン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 、もしくはダブルスでペアがこうやってくれて急にパンってきた、そうするとリズムが変わるんですよね。リズムが変わるから、そのリズムを完璧に軸足で取るのは難しいから、少しずれても大丈夫なようになんとか8割ぐらいで場所行っといて、最後に調整足、前足でということができると非常にいいかなというふうに思っております。なので左足をつくタイミングがあんまり早いとここから動けなくなっちゃうから、でもここで打たざるを得なくなっちゃうんで、なるべく軸足入れてインパクトして後にこうついていくと、軸足入れてインパクトした後にというタイミングで前足をつくということをお勧めしています。ここまでこの動画見ていただいた方はですね、きっとハイボレーのチャンス系のところちょっと悩みがあるという方が多いんじゃないかなと思います。そういう方にとって有益な動画になってれば嬉しいなというふうに思います。チャンスボールを決めきれる、まあ、これは試合に勝てるっていうのを直結すると思うんで、来たチャンスボールはもう冷静に決めれると、そういうボレーを身につけていただけると嬉しいなというふうに思っております。本日はここまでです。ありがとうございました。